オンユは韓国出身のアイドルグループシャイニーのメンバーである。日本語での名前の表記はオンユだが、韓国語での読み方は音オ,オンユという芸名は穏やかで柔らかいという意味で、優しい笑顔と歌声を合わせ持っているため事務所が名付けた。2008年5月25日に韓国でシャイニーのメンバーとしてデビューし、2011年6月22日に日本デビューした。 グループ活動については、シャイニー来歴へ。2006年少女時代のショーケースでフィソンの曲、Do It を歌った時に、事務所のイスマン代表の目に留まり、翌日契約。2008年シャイニーとしてデビュー。2010年から KBS、夜行性、夜行性、MBC、ショー。音楽中心の MC を担当。2011年、アテナアテナに亀面を出演。 2012年 SBS プラス、オーマイゴッ X2 に亀名を出演。ドラマティックライブ、アテナアテナのイベントを、高熱のため欠席2013年シットコム、一末の順調に、いとこ役で出演。シットコム、ロイヤルビラに、弟に糸役で出演。TVN バラエティ、八道放浪バンドに出演。8月11日民保が出演したドラマのイベント、花盛りの君たちへ。 プレミアムイベント2013にゲスト出演し、挿入歌、インユアイズを披露。2014年2月28日から6月6日、SBS バラエティ、ジャングルの法則ボルネオ編、ブラジル編に出演。6月10日、SM エンターテインメントは、3日に、ソウル市内の病院で、生体ポリープ除去などの手術を行ったことを明らかに、した。これにより、KBS に TV、 ミュージックバンクインブラジルとミュージカル雨に歌えばに出演することができなくなった。それから約3ヶ月の休養を経て9月6日、日本で開催された東京ガールズコレクションでのステージで復帰を果たした。2015年、JTBC バラエティ、キシュノーにミンホと共に出演。JTBC バラエティ、魔女狩りにテミンと共に出演。2016年、 韓国で最高視聴率41.6%を記録した KBS ドラマ太陽の末裔に1紛役で出演2017年7月5日から BS、TBS でも放送開始された東南アジアを旅行しながら現地の材料を利用してグローバルレシピを披露する番組食べて寝て食べてに出演 2016KBS 歌謡大祝祭で CN ブルーのジョン・ヨンファとコラボし、ユン・ジョン・シンとクワクジノンの疲れた1日を披露。2017年半ウン・ジョンと共に、爽快レストランに初回ゲストとして出演。鶏料理を作り料理の腕前をシェフに絶賛された。SM、ステーションシーズン2の6番目曲、睡眠薬に参加。6月26日にヘイズ、ドンとノーユーメガボルトに、ヘイズの恋人役として出演。 2018年12月10日陸軍に現役入隊。その後2020年7月20日に除隊となる。身長177センチメートル、大型。実家は肉屋で一人っ子。青雲大学校実用音楽科を卒業。ニックネームは、おにゅ、豆腐、四ガム、人気ミヨンギ、マジンギなどがある。特技は、作詞、歌、ピアノ、日本語、手でくるみを割ること。 趣味は音楽鑑賞、映画鑑賞、寝ること、ダーツ、釣り、人参ケーキやクッキーも作る。投資のセンスもあるらしい。ありがとうございます。